Hello guys, welcome to Masumi channel. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो, योगी सान? मैं भी ठीक हूँ. Thank you so much. I'm gonna interview with the योगी सान in Japanese. So I'm gonna switch language from English to Japanese. योगी सान は今回の選挙で初めてインド人で日本のポリティシャン議員になられた方です。なので、まあいろんこれまでにいろんな、まあ、日本とインドをつないできた経験であったり、まあいろんな経験をされていると思っていますので。今回、お時間をもらって、お話をさせていただきたいと思っています。最初は、ヨギさんが政治家になる前のことについて、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい、まず、そもそもなんで、その日本に興味を持ったのか、日本とどう出会ったのかっていうふうに、ちょっとお聞きしていいですか。はい。はい。自分が、まず、ど田舎生まれで、はい、田舎育ちで、高校1年生、まあ、日本で言うと高校2年生の時までは、その田舎にいて、ただ良かったことはその田舎に実は国立の学校があったんです。田舎ですけど、ただその田舎にいる時はなんか海外に行くとかそういう夢が全くなくて、で一つ言えばでも言語が強くて、でそしたら私の中学校の時にちょうど新聞に週に何回かスペイン語を習おうみたいな、スペイン語というのが出ていて、中学校つまり7年生の頃からスペイン語の勉強を始めたんですよ。それが初めてその外国の言葉とのきっかけであり、日本でいうと高校2年生の時に田舎からのプネというちょっとインドの大きな町に引っ越したんですけれども、プネという町はものすごく教育が盛ん でさらにインドの中でも外国語の教育がすごく盛んで、そこでまずドイツ語を少し習い始めたんですよ。ドイツ語、はい、スペイン語からドイツ語、ドイツ語です、はい、ドイツ語はその時すごく人気で、言うと外国語の中ではドイツ語はナンバーワン人気だったんですね。その後も大学にこう入る時に、まあ外国語は続けたいんだなと思って、それでまあ、もちろんドイツ語で続けようかなと思ってたんですけど、はい、そしたらこうプネ大学に外国語学部っていうのがあるんですけど、はい、そこのちょうどそれでじゃあドイツ語習おうかなと思って入ったら、いやうちの親父やっぱり同じで、いやせっかくだから日本語なんかちょっとうにゃうにゃ違った言葉じゃんみたいな、これをやってみたら面白いじゃんみたいな、よくも計画も何にもないですよ、なんか仕事につながるとか海外に行くとか、そういう会話僕と父親の間で一切なくて、でそしたらまあそこからまあ一応日本語を始めるんですけれども、まあすごくいい先生に恵まれて、一クラスにもすごくいいまあ同級生がいて、なんとなくねこうだんだんと日本語が好きになっていくわけですよ。その1年生に向けてのこう弁論大会があるんですけれども、それを優勝してクイズを優勝して、それから2年生の時に今度は西インドの弁論大会優勝して、で全国の大会行って、で全国大会は優勝はしないんですけれども、結構上位入賞して、でそれと同時にその日本語の能力試験というのがあるんですけれども、それもインドの中ではとてもトップクラスの、点数でも合格して、はい、でちょうど2年生の時に日本のたまたまその、はい、日本に来る奨学金、まあ、1ヶ月の奨学金ですけれどもそれを取れて、でそれで99年7年に初めて遊びに日本に来たんですよ、はい、ラッキーなことにねその奨学金は外務省の外務基金の奨学金だったんですけど、航空券はもちろんで、はい、バッグ買うお金からスーツ買うお金から全部出たんですよ、はい、なんでそれがね、でその中で、まあ、私は当時物理学校が専攻だったんですよ、だから、まあ、パナソニックの工場行ったり、まあ、ランゲージが専攻じゃなかったんで、言語学が専攻で、言語は専攻だった、で言語は夕方のクラスだったんですよ、で朝の6時から昼の1時基本大学行って物理学やったり数学やったりして、で昼から IT の学校行ったりして、で夜は言語学校行くんですよ、一日みっちりなんですよ、ずっとお勉強漬けの日で、そうなんです、ああなるほど、でそれがだから日本にその初めて来た時のきっかけ、はい、その後はもう全然他の国へ行きたいというのがなくて日本が大好きになった、また行くんだったら日本に行きたいというのが、一回それを終えられて一回インドに帰って、はい、2年間大学院に行かれて、はい、99年までインドにいたんですけれども、経済学部の勉強をしながら、はい、実はもう96年にも IT の2年間の短大みたいなところをもう卒業して、でちょうど日本語も十分話せるようになって、はい、IT 企業で働き始めたんです。それはインドで、日本で、インドで、ああなるほど、
まずインドで就職をされた。そうなんです、ね、あ、なるほど。エンジニアとして、はい、そうなんです、はい、でそこから日本に来られたのはどのタイミングで来られたんですか。その後2001年日本の社会人としてまた日本に、うん、日本に来たんですけども、うん、まあ、その時、まあ、IBM のグループ会社で、そう、先ほど言われたように日本に来て、はい、もう日本のことしか考えられない、はい、他の外国のことは考えられないっておっしゃってて、はいはい、何がそこまで日本のことを好きに なったのかとか何が一番なんか、うん、印象に残ったのかって、なんかね、全部全てがこうきっちりしてるみたいなところが、あ、おそらく好きだったような気がするんですよね、うんうん、私も個人的にそういう性格です。あ、なるほど。そう、例えばパソコンもいつも整理して使うし、あ、デスクトップにやったらファイルが置いてるとか、あと仕事もできたらプロセス通りにやりたいっていうのがあって、インド人として日本と、はい、日本と日本企業と日本人とビジネスをしていく上でここは気をつけた方がいいよということはありますか、はい、インド人に対して、まあ、インド人問わずやっぱり外国人は日本でビジネスするときに、はい、まず一番やっぱり今までだとコミュニケーション言語が問われたんですよね、うん、まあいろんな企業で今英語喋る人たちを育ってるけれども、はい、英語はできててもやっぱりあんまりその英語によるコミュニケーションはやりたくないという部分があります。 そうです。それがまず1点、はい、2点目は真面目にこの案件はやりたいんだっていうのをまず見せないといけないです。あ、はい、一般的な話を載せて、はい、提案したりとか、うん、さあ最初の営業のプレゼンしたりとか、はい、そういうのをするとね、やっぱり日本人がちょっとわけわかんないなみたいなことになるんですよ。このプレゼンテーションの中に俺のために何があるんだというのをずっと探ってるんですよ、うん、あ、それが1対1でつながってこなければ、うん、自らつなげていかないです、うん、その努力はしないです、うん、はい、もう一つはやっぱりあのすごい詰め込まないこと、あとやっぱり言語の壁があるので遅いスピードで話すっていうことが、あ、うん、ちょっとありだと思います、うん、もう一つはお金は最初から高くない方がいい、あ、はい、見積もり、いや実はこんなに安いですよみたいな、であとは付帯のサービスでどん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 取っていくみたいな、うん、後から取っていくのがね日本人は違和感はないような気がするんですけど、日本人はね長い付き合いの中でお金をかけていくのが違和感はないけど、うん、はい、最初からかけるのがすごいリスクを感じて躊躇しちゃうみたいな、はい、そういう部分があるんですよね、うん、はい、長い付き合いになっていくと逆に全然平気で出していくみたいな部分があります、うんうん、あとは何かと考えるとやっぱり日本人はかわいそうなところに弱いっていう感じ、あ、情に弱い、ね、お願いしますねみたいな、あ、ちょっと困ってるんで、はいはい、そういうところをちょっと見せると乗っかってくる可能性があるんです、うん、はい、なるほど、そうそう、情に弱い、情に弱いかもしれないですね、はい、助けてあげたいっていう感じがしますね、はいはい、でも素直に助けを求めるっていうことは、はい、なかなか結構大事かもしれませんね、はいはいはい。